本日はこちらの20周年記念の特別使用車フィットメゾンご紹介をいたします。で、20周年記念車ということで、今回ホームの派生モデルとしてこちらのメゾン、それからもう一つパーサというモデルが出たんですけれども、まあ、このメゾンの車今回ご紹介をいたします。標準モデルに対して何が変わったのか、ホームです。それに対して何が変わったのかということをお伝えいたします。まず標準モデルに対して何が変わったかということで、外装なんですが、こちらの16インチのブラッククリアのホイールが標準で付くようになったということがまず一つ変更点になります。で、もう一つはこちらの方、ブラッククリアのサイドミラーが標準で設定されるようになりました。で、このボディカラー自体は通常の標準のフォームでも設定されているカラーリングなんですけれども、これは優勝カラーになっています。3万3000円になります。はい、それでは中、内装見ていきたいと思うんですけれども、内装に関してはこのように、まず大きく目を引くところがこの専用のシートになります。こちらはメゾンの専用デザインのシート、これが標準で付くようになったということです。それからもう一つはこちらの方のフロアマット自体も標準で付くようになった、でメゾンの刺繍が入ったモデルになっています。こちらもそうになります。それからもう一つはこちらのシートヒーターが標準で付くようになりました。もう一つはセンターコンソールが標準で付いています。通常のホームですとこれはオプション設定のものになっているんですけれども、このメゾンに関しては標準で付いています。それから最後に一番大きなポイント、なかなか変えられないところになりますけれども、このようにシートベルトがブラウンになっているということで、非常におしゃれな演出が施されていると。こちらもですね、運転席助手席ともにブラウンのシートベルトが装着されています。後ろはシートに張り出している形になりますんで、ブラウンのシートベルトが非常に目立ちますし、デザイン性としては標準のフォームよりもワンランク上がっているのではないかなと感じます。あともう一つ忘れがちなところが、まあ、後ろこの車5人乗りですので、こっちの上に備え付けられているシートベルトもしっかりとブラウンになっているというところですね。これがこのメゾンの20周年記念特別使用車の装備の特徴になっています。ホームと比較した時に15万円ぐらいの価格差があるということで、まあ一番大きなところというのはやはり見た目の豪華さというものがホームに対して大きく上がっているのではないかなと私は個人的には思うんですけれども、ホームの標準ですとホイール自体がアルミではなくて通常の鉄筋仕様のホイールになっているということなので、まあそこが一番大きいところかなと。ホイール自体が変わっているということがかなり大きなポイントになっているかなというふうに私自身は思います。もう一つはやはり通常のホームでは付けられないこのシート自体が専用のものが付けられたということが一番この20周年記念の特別使用車を選ぶ上で価値のあるポイントになってくるのではないかなと、私自身は今回この車を見させていただいて感じたところになります。このメゾンとカーサ以外に待望のモデューロ X が
9月の末頃入ってくるということで、まあ、ホンダカーズのね、郷店長さんが今日お話しする機会が少しあったので問い合わせをしていただきまして、まあ、そちらの方は走りのインプレッションということで走りがね非常に気になるところになりますので、その辺についてを後日インプレッションさせていただく予定でございます。はい、ということで今回はこちらのフィット EHUV 20周年記念特別仕様モデルのメゾンについて、フォームとの装備の違いについてお伝えをいたしました。今回もこの動画を通じましてお付き合いのほどどうもありがとうございました。また興味がある方はチャンネル登録の方どうぞよろしくお願いをいたします。失礼をいたします。